コルンタールイコールミュンヒンゲンは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区の、ルートビヒスブルク郡に属する市である。この町は、シュトゥットガルト地域及び、シュトゥットガルト大都市圏に含まれる。コルンタールイコールミュンヒンゲンは、シュトローゴイの高度285メートルから405メートルに位置する。州とシュトゥットガルトの北西に直接境を接している。 コルンタールとシュトットガルトのバイルイムドルフシクとの間の市境は密集した住宅地の中を通っている。リーゲニッツァー通りのコルンタール駅の南を通るリーゲンツァー通りの北側の家はコルンタール市に南側の家はシュトットガルト市に属す。コルンタールイコールミュンヒンゲン市はコルンタール市とミュンヒンゲン町が合併して成立した町でコルンタール、ミュンヒンゲン。 カレンベルクの三つの宿からなる。公式な宿名の表記は、コルンタールイコールミュンヒンゲン、シュタットタイルコルンタール、コルンタールイコールミュンヒンゲン、シュタットタイルミュンヒンゲン、コルンタールイコールミュンヒンゲン、シュタットタイル、カレンベルクである。旧コルンタール市に属していたのは、コルンタール、旧ミュンヒンゲン町に属していたのは、ミュンヒンゲン、カレンベルク、ホーフグートマウアー、およびビルカハ地区。 ラインフェルデン地区、ルーゲルベルク地区、クレムスミューレ地区である。コルンタルイコールミュンヒンゲン市は、東から時計回りに、シュトットガルト、ティッチンゲン、ヘンミンゲン、シュビーバーディンゲン、メイクリンゲンと境を接している。軍独立市の州都シュトットガルトを除き、いずれもルートビヒスブルク軍に属す。州統計局の2018年現在のデータによる。本市の前身となった。 自治体コルンタールとミュンヒンゲンは、ナチ時代のビュルテンベルクの行政改革により1938年に新設されたレオンベルク軍に属した。この軍は、旧オーバーアームとレオンベルクに由来する。この町は1945年にアメリカ管理地区の一部となり、これにより新設されたビュルテンベルクバーデン州に属した。1952年にこの州から、 現在のバーデンビュルテンベルク州が成立した。1973年のバーデンビュルテンベルク州の軍の再編により、コンルンタールとミュンヒンゲンは、ルートビヒスブルク軍に属すこととなった。現在のコルンタールイコールミュンヒンゲン市は1975年1月1日に、バーデンビュルテンベルク州の市町村再編に伴い、コルンタール市とミュンヒンゲン町が合併して、 新種コルンタールイコールミュンヒーゲンとして成立した。1986年にジュート通りが部分バイパス道路として運用開始された。1998年にリンビー前産業地区が1999年にリュールベルク通住宅地が開発された。アンドレアス・キーザーが描いた1682年頃のコルンタールコルンタールは1297年に ジンデルフィンゲン制三次会の規則に初めて記述されている。コルンタールは1819年まで騎士領であり、ビュルテンベルクのオーバーアムトレオンベルクのバイルイムドルフに属していた。コルンタール教区は1819年に福音主義、コルンタール兄弟団によって兄弟信仰団として組織された。大きなホールの建設に伴い、ビュルテンベルク王ビルヘルム一世は、 すべての住民が兄弟団の成員でなければならないという条項を含む特権をこの宗教団体に授けた。この規則は1871年のドイツ国建国により執行し、1919年のバイマル憲法によって最終的に廃棄された。1698年に鉄道網に接続した。1919年の憲法発行により、この町は、 都市の特権を失った。1958年6月30日にコルンタールは死に昇格した。アンドレアス・キーザーが描いた1682年頃のミュンヒンゲンミュンヒンゲンは1130年にツビーファルター年代記に初めて記録されており、1336年にアスペルク博・ウルリヒの息子たちによってビュルテンベルク博・ウルリヒに譲渡された。 ミニステリアーレ一門のミュンヒンゲン家は1157年からこの霊園の統治者として確認されている。エスリンゲンのカタリーネン病院の農園が1278年から建設された。クレムスミューレはミュンヒンガーミューレとして1381年に記述されている。1558年にミュンヒンガー古城が建設された。 新城館は1735年に建設された。町は1448年からビュルテンベルクのアムトグリュー人園に編入された。30年戦争の間、1643年に町の中心部の大部分が破壊された。1599年に建設された。町役場は1687年に再建され、福音主義。 ヨハネス教会は1645年から1650年に新たに建設された。新しい校舎は1645年に建設され、1743年と1744年に再建されている。ミュンヒンゲンは1718年にアムトルートビヒスブルクに移された。1733年にレギーナ・カタリーナ・本ミュンヒンゲンは上官を アウグストフリードリヒ・ホンハルリングに売却した。ビュルテンベルク王国の新行政制度の発行に伴い、この町は1810年から1812年までオーバーアムト・レオンベルクに属した。ミュンヒンゲンは1906年にシュトローゴイ鉄道によって鉄道網に接続した。この鉄道は現在、コルンタールからバイソハに至る単線、ディーゼル運行のローカル線である。 1920年にカレンベルク地区の入植が始まった。1997年と2006年に町の中心部の再開発が行われた。コルンタールイコールミュンヒンゲン市庁舎、コルンタールイコールミュンヒンゲン市の行政は、バーデンビュルテンベルク州市町村法の基本条項に基づいている。行政組織は議会と市長である。 コルンタールイコールミウンヒンゲン市の市議会議員は22議席である。市議会は選出された名誉職の議員と議長を務める市長で構成される。市長は市議会において投票権を有している。市長は専任の役職で市民の直接選挙で8年ごとに選出される。その職責は市議会の議長と行政の指導である。2020年5月現在の市長は ヨアヒム・ボルフである。彼は二千七年四月二十九日の市長選挙で五人の対立候補相手に五十九点三六パーセントの票を獲得して当選した。ヨアヒム・ボルフは二千十五年四月二十六日に八十九点六パーセントの支持票を得て市長に再選された。市の紋章は青字に橋まで貫く銀の十字。これに重ねて金の賭けキング。市の旗は 木から青である。紋章と旗は1977年2月28日に認可された。市の紋章は二つの地区の紋章の遺章を取り込んでいる。十字はコルンタールの紋章に由来し、カケキングはミュンヒンゲンの紋章から採用された。これら二つの都市との姉妹都市関係は、かつて独立していたコルンタール市との間で始まったものである。コルンタール駅。 左端の黄色い車両がシュトローゴイ鉄道、中央がシュバルツバルト鉄道である。シュトットガルト S バーン S6 号線が運行しているシュバルツバルト鉄道と S60 号線によって、コルンタールはコルンタール駅を介してシュトットガルト S バーン網に接続している。コルンタールもミュンヒンゲンもシュトローゴイ鉄道沿線に一致している。コルンタールイコールミュンヒンゲンは、 連邦道 b 1号線やアウトバーン A81 号線を介して広域道路網に接続している。ミュンヒンゲン宿内に A81 号線のシュトットガルトズフェンハウゼンインターチェンジが存在する。シュトットガルト国際空港は約 30km 離れたラインフェルデンエヒターリンゲンにあるギムナジウムコルンタールイコールミュンヒンゲン、コルンタールの旧ラテン語学校。現在は 市民大学と音楽学校が入居している。学校以下の学校がある。一般教育、その他の学校、幼稚園、幼稚園は以下がある。この他に託児所が2箇所ある。コルンタルイコールミュンヒンゲンの消防団は2つの分団、蓄限定青年消防団、シニア隊からなる。2つの分団の定員はそれぞれ54人である。各分隊は 消防車と緊急搬送車両を有している。ファローヨーロッパ GMBH は、コルンタールイコールミュンヒンゲンに本社を置いている。この企業は、ポータブル 3D マイナス測定装置を製造している。ルートビヒスブルク軍貯蓄銀行は、コルンタールとミュンヒンゲンにそれぞれ支店を置いている。両支店は、ティッチンゲン地域管区に属している。電力、 ガス供給電力網及びガス網の所有者は、ゲルリン原子とコルンタールイコールミュンヒン原子との共同出資による、シュトローゴイエネルギー供給 GMBH&COKG 及びネッチェ BWGMBH である。上水道、コルンタールイコールミュンヒン源は、目的連合、シュトローゴイ水供給から市内に供給する水を引いている。この会社は、 ボーデン湖水供給会社とランデス水供給者から水を提供されている。コルンタールクのルートビヒスブルガー通りの北側とマルティンルター通りの西側ではランデス水供給者の水が供給されている。南と東ではボーデン湖水供給会社の水である。ミュンヒンゲン宿では中心部にはランデス水供給者の水が供給されている。ジーメンス通り コルンベストハイム産業地区とカレンベルク地区には、ボーデン湖水供給会社の水が供給されている。下水道地理的な位置や地形条件に基づき、コルンタールイコールミュンヒンゲン市の排水は、いくつかの汚水処理場を介して行われている。コルンタール地区の排水は、大部分が、シュトゥットガルトミュールハウゼンのシュトゥットガルト主排水のメイン汚水処理場で浄化される。 浄化された水は、ネッカー側に放出される。一部は、やはりセが運営する、ティッチンゲングループ汚水処理場で処理される。ここで浄化された水は、グレムス側に排出される。ミュンヒンゲンシクとカレンベルクシクの排水は、目的連合、タールハウゼングループ汚水処理場で処理される。タールハウゼン汚水処理場は、マルクグレーニンゲンに属すタールハウゼン小集落の、外れに位置している。 浄化された水は、クレムス川に排出される。人海処理人海処理は、ルートビヒスブルク軍の100%個会社の、ルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルは、ルートビヒスブルク軍の委託を受けて、ゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。コルンタールイコールミュンヒン原子内で、2018年の初めに2歳のオスオオオカミが見つかった。これは、 シュトゥットガルド広域都市圏で数十年ぶりに存在が確認された狼であった。ミュンヒンゲン、町役場ホーフグードマワーの木組建築、ミュンヒンゲン、コルンタール、その他、ありがとうございます。